えー、先ほどすいませんでした。えっと携帯のえー、動画を撮っている携帯のメモリがいっぱいになってしまって、ですね、また途中で止まってしまいましたので、先ほどの続きです。えっと、まあ、数の話ですけれども、えーっとですね、こちらメリカでも今はですね、えー、かなりも玉数は減っていると思いますよね。それでですね、あのー、まあ、 どうなんですかね意外とその、まあ、いいものもその中でもですねまだあるところにはあるみたいですけれどもっ、えー、とです、ねまあ、一昔であればですね、まあ、例えば目もく,くれられなかったようなですね、まあ、ボロボロのものもです、ね、結構こう最近はもう、えー、数が少なくなってきたせいもあってですね、えー、と結構出てるような感じですよね。 えっとまあ、ただですね、あのー、反面、えーっとですねまあ、昔はですね、あのーまあ、どちらかというと綺麗に整備されたですね、えー、ものですかね、それはまあ美観も含めてですね、まあ、タンクであれば、えー、ものすごいピカピカでフレームも綺麗でそしてまあデカールも綺麗でもう見るからに新品のような。 どちらかというとお好まれていたようなんですけれども、まあ、ここ最近はですね結構ビ、まあ、ンテージの,その古いものもです、ね、コールマンに限らずです、ねまあ、世界的にこう流行ってるみたいで,です、ねあのーまあ、結構こう、まあ、ボロボロの状態で、まあ、ガンガンに使いこなしたりとかです、ね、逆にその、まあ、古びた感じの状態がです、ねまあ、いいなんていう感じですね。 ここ最近はあまりその昔のようなですねもうあの美観のですねすごいいいものだけがです、ね、こう好まれるかなっていうのはですねそうでもないような感じですよねそして皆様それぞれですね意外とあのボロボロのものをですね購入されて、まあ、パーツなども購入されてそしてあの、まあえー、とレストレーションですとかあの修理をされている方も えー、ものすごい増えてますよねあの昔と比べると。でどうでしょうあの年々ですねあの、まあ、オールコールマンをちょっと最近こう、えー、気になりだしてですね、えー、使ってみたいみたいな方があの結構問い合わせがあってですねあの、まあ、レストランですとか修理なんかも、えー、とされてる方が非常に多くてですねあのいろんな質問が、えー、来ますね。 私のは大体あのそういった場合はですね、まあ、躊躇なしにですね、あのー、分かりやすいような形で、えー、説明させていただいてですね、あのーまあ、簡単な、えーとですね、整備なんかの、まあ、依頼がある場合はですね、まあ、どちらかというとですね、あのーまあ、その整備方法をですねお伝えしてですね、 あのまあ、やっていただくような形ですかねっていうのも結構あの多いですねで、まあ、あのまあ簡単なですねあの <laughs> その、まあ、修理ほどでもいかないようなですね、えー、レベルのことで、まあ、お金をいただいてですねあの私の方であの整備をこうしなくても十分できるような、えー、状態のものはですねまあそのような形で まあえー、チャレンジしていただくような、えー、形でおすすめする場合も結構ありますね。えー、と今、まあのまあ、世界中でですねあのコロナでいろいろとですねあの、まあ、ステイホームなんていって家にいる時間も増えてる方も随分いますし良くも悪くも多分いろんな意味でですね あのー、少しこう時間の余裕がおそらく、あのー、出てる方も多いと思いますので、まあ、これからですねあのどうでしょう、あのー、ますますですねこのコールマンですよねフリーコールマンにこう熱を上げられる方もですねこの先たくさん、えー、出てくると思いますのでまあですね、あのー小さな どうでしょうこんなことでもですね、意外とためになりましたみたいな方も、意外とこう、思ってる以上にいるみたいですので、また、えっ、ー、とですね、このような、まあ、些細なことなんですけれども、まあ、動画にしていきたいと思います。以上です。